ミディエオウィキは GNU ゼネラルパブリックライセンスで配布されるウィキソフトウェアである。PHP で書かれており、データベースとしてマスクルやポストグレスクル、または SQLite を使用する。非公式だがマリアドーブにも対応している。ミディエオウィキはウィキペディアのためにマグナスマンスキーラによって作成された。最初はユースモードウィキを使用していたが、 2002年1月25日に新しいバージョンに切り替えられた。その日は、ウィキペディアコミュニティ内では、新ソフトウェアの原作者にちなんで、マグヌス・マンスキーデーと呼ばれている。フェーズ2ソフトウェアを書き直して改良したものは、一時、フェーズ3と呼ばれていた。このソフトウェアは、それがウィキペディアだけでなく他のプロジェクトにも使用可能であり、 バージョン番号の必要性があるという背景により、ミディエウィキと解明された。この名前は、ウィキペディアの母組織である、ウィキメディア財団をもじったものである。プロジェクトに新たに参加した人を混乱に招くという理由で、この名称のウィキメディアとの類似性が、しばしば非難されている。マグナスマンスキーリー D、クロッカーブリオンビッバーウィキペディア立ち上げ当初の2001年1月は、 ユースモドウィキという既存のソフトウェアで駆動しており、記述はパールを採用して、すべてのウィキページをテキスト形式で保存していた。ところがすぐに機能面でもパフォーマンスでも制約の多さが目につき始めた。2001年半ばには、マグナスマンスキーという当時、ウィキペディアの編集者で、ケルン大学在籍の大学生開発者が、 ウィキペディアに使うユースモドウィキの代替となるソフトウェアを書き始める。PHP を使用し情報はすべてマスクルデータベースに保存。英語版ウィキペディアには2002年1月に実装し、他の言語版、ウィキペディアのサイトでも徐々に実装が進んでいく。このソフトウェアが PHP スクリプトあるいはフェーズ2と呼ばれたことからユースモドウィキには フェーズ Y という別名が与えられた。利用者が増えるにつれて読み込み速度の問題が再燃したことから、再びソフトウェアの書き換えが始まり、DD クロッカーが主導して、フェーズ3という名前で進行した。この新しいソフトウェアは、フェーズ2時代の基本的なインターフェースを踏襲しながら、よりスケーラブルになるように記述に PHP を採用、バックエンドに、 マスクルを置いている。こうして2002年7月にウィキペディアとして動き始めた。ウィキメディア財団の発足は2003年6月20日で7月には、ウィキペディアの寄稿者、ダニエル・メイヤーからソフトウェアの名称として財団名をもじった、ミリエウィキが提案され、その名前は同年8月頃から徐々に定着した。ただ財団名に似ているため、しばしば混乱を引き起こしている。 ウィキメディアという故障を発案したのは、ウィキペディア気候者、シェルドン・ランプトンで、ウィキン、エルメリングリストに2003年3月6日付に投稿している。製品ロゴは、フロランス・ドゥブアールが撮影した写真に基づいて、エリック・メラーが制作しており、本来は2003年中盤に行われた、ウィキペディアの新しいロゴを募集する、国際コンテストに提出したもので3位に入賞。 ウィキペディアではなくミディエウィキの商標として、財団第2のロゴ採用が決定した。ひまわりを挟む、角括弧は、ミディエウィキが他のウィキページへのハイパーリンク作成に用いる、シンタックスの象徴で、ひまわりが象徴するのは、ウィキペディアの多様性、たゆまぬ成長と枠にとらわれない面を表す。その後、ウィキメディア財団最高技術責任者、ブリオン・ビッバーが、 更新管理者並びに最も活発な開発者の役を引き受ける。ミディエウィキ開発の主要なマイルストーンは順に、カテゴリーシステム、公文解析、拡張機能、フラッグドリビジョンズ、リソースローダーという CSS 並びに JavaScript の配置システム、さらに2013年に編集機能のビジュアルディターとウィジーウィッグが追加される。 新ロゴ旧ロゴミディエーウィキで動作していることを示すバナー。デフォルトでは右下に小さく表示される。ミディエーウィキはフリーソフトウェアであり、誰でもダウンロードして自由に利用できる。ミディエーウィキは、その当初のターゲットであるウィキペディア、そしてその姉妹プロジェクトである各種のウィキメディア、プロジェクト群で利用されている。また、ウィキアというウィキファーム、ウィキハウ。 ウィキリックスも同様、着域といった様々なウェブサイトの構築に使用されている。ウィキペディアの他に、ウィキ形式の百科事典でミディエウィキを採用するものを挙げると、アンサイクロペディア、シチズンジウム、スカラーペディア、メタペジア、コンサーバペディアがある。またノベルやインテルの例のように企業内での採用も、多いアメリカ政府内部でもミディエウィキを使用し、 顕著な例として、インテリペディア、外交ペディア並びに、アメリカ合衆国国防総省が採用する、ミルスウィートの一部ミルウィキにも使われている。国連機関では、国連開発計画及びインストローが、独自ウィキをミディエウィキで駆動すると決定した理由は、ウィキペディアが動くソフトウェアであることから試験が行き届き、将来的にも開発活動が、 持続可能で未来の技術者はおそらくどんなウィキソフトウェアよりもミディエオ域に最も触れて育つと予測されるためだという。フリーソフトウェア財団はリブレプラネットウェブサイトの運営にミディエオ域を使っている。ありがとうございます。